ひなたくん、ひなたくん。ブーブーブー。ブーブー。さっきから何回も呼んでるのに無視して。口を近づけて顔のそばで話しかけてるな。最近ぶっとるんでるんじゃないかな。いや、ぶったるんでるね。先生が来てたことにも気づいてなかったの？もうしっかりしてよ。アスカちゃんとマシロッチは真面目にやってるんだから。そうかな。最近ぼーっとしがちじゃない？明日から高藤で合宿なのに、そんなので大丈夫？たるんでたらバカにされちゃうよ。シリコ玉を抜かれちゃうよ。マセア、ちょっと部室に来るんだ。ウェーイ、お説教だ、お説教だ。だっていつもしっかりしてるひなたくんが怒られるのってちょっとドキドキするじゃない？ほら、いいから説教部屋に来い。ほらほら、早く行って日頃の行いを悔いてきなさい。早く来ないと説教部屋が折檻部屋にレベルアップするぞ。クラシナの試合見たぞ。上の方からこっそりとな。お前と飛沢が血は喧嘩してて行きづらかったんだよ。で、試合の後飛沢は何て言ったんだ？あの試合を見てそう言ったのか。ということは、飛沢にもあの試合の意味が分かったんだな。それで、飛沢は本気で辞めるつもりなのか。いや別に。クラシナにあの戦い方を教えたのはマサヤか。ということは、クラシナが自分で勝手に理解したってことか。クラシナはもっとマサヤにべったりだと思っていたけどな。お前たち二人で何かやってくれるんじゃないかと思っていたんだけど、クラシナに冷たくしただろう。俺のことは諦めろってサインを出してたんじゃないか？まあ、マサヤがどう思ってようと、それはお前の勝手さ。そう解釈するのもマサヤの勝手だよ。さてと、本題に入ろうか。今までコーチをしてきての感想は？それは、お前の答え次第さ。
どうしてコーチをしているのかわからないか。今のマサヤじゃ部の士気が落ちる。コーチがやる気のない呆然とした顔をしていたら、選手はどうしたらいいのかわからなくなって戸惑う。何があったって選手を動揺させないために冷静なふりをするのもコーチの仕事だ。まあ選手と一緒に泣いて笑ってというコーチもいるが、だからってマネージャーに気を使わせてるようではな。マサヤが心ここにあらずだから一生懸命雰囲気を良くしようと努力してるんだ。お前はなんでコーチをしてるんだ？教えた選手が楽しそうに飛んでいるのを見るのが好きだから。自分の持っている何かを委ねた選手が飛んでいることに感動するからじゃないのか。少なくともあの時の私はそうだった。まあ教え子に逃げられた私が言っても滑稽かもしれないがな。コーチを続けたいか。ダメだね。マサヤが今一番教えたい選手は誰だ？FC を辞めたいって言ってる選手なのにか。どうして嘘だってわかるんだ？そうか、マサヤは嘘つきだったか。今何をしたい？お前は評価してるみたいだけど、飛沢はそこまでの選手じゃないかもしれないぞ。そっか。マサヤはコーチ解任だ。解任。特定の選手に入れ込むコーチがいては他の部員の士気が下がる。
いや、言い方を変えよう。それが部活全体のためになるなら、あってもいいことだ。しかし、今の飛沢に入れ込むのは、明らかにマイナスだ。私は前から倉科を指導してみたかったしな。有坂も鍛えようによっては、面白い選手になりそうだ。他の部員とは別行動で、飛沢に集中してみろという話だよ。言っておくけど、お前がもたもたしている間に、倉科は飛沢じゃ追いつけないくらい強くなってしまうぞ。終わった。はい、わかりました。どうしたんですか？あ、加賀美先生が来てる。お説教されましたか？最近マサヤがたるんでるように見えたからだろう。その通りです。してましたよね。してたかもしれませんね。みんなも思う通り、今のマサヤはコーチとして不適任だ。よって解任することにした。コーチを辞めてもらうという意味だ。あ、どういうことですか？そんな迷惑だなんて。指導の方は私がマサヤより厳しくしてやるから心配するな。今のマサヤには全員のコーチは荷が重い。そういうことだ。駆け出しのコーチが全員の面倒を見るのは無理があったということだ。今までマサヤはよくやったよ。エッチな気がします。気まぐれな選手を相手するには手間がかかるってことだ。しょうがないんじゃしょうがないね。わかりました。私、強い美咲ちゃんと試合したいです。よろしくお願いします。美咲先輩にこのまま終わられてしまったら、なんだかこう下腹部がモニョモニョしますしね。
強くなって戻ってきてもらわないと困っちゃいますよ。言っておくけど、私はマサヤより厳しいぞ。覚悟しておけよ。はい。コーチは、美咲ちゃんがこのままだと後悔するんですよね。私やマシロちゃんのことは後悔しないんですか？それなのに美咲ちゃんを選んだ理由あるんですか？美咲ちゃんはずっとついていないとダメな人ですか？マサヤさん、ミサキちゃんが羨ましいです。ですね、失礼な言い方でした。私、美咲ちゃんと試合したいです。本気の美咲ちゃんを見てみたいです。努力じゃダメです。私とマシロちゃんを捨ててミサキちゃんに行くんですよ。同じことですよ。絶対にそうするって約束してください。そうしてくれないと私が報われません。に来たらお腹が減った、眠い、登校日なんか無視すればよかった。あー、そういえばマシロが今日から高藤で合宿。え、マサヤがここにいるわけないか。お腹が減りすぎて幻覚を見てしまったわけか。納得納得。
格はすぐにそういうことを言う。マサヤだけ後から行くの？あ、もしかして私を迎えに来たとか。ツッコミが多すぎる。どうしてマサヤはここにいるわけ？合宿に行かなくていいの？私と一緒？これ！やめたってどういうこと？バカじゃないの？そんなことしたらアスカは？誰がアスカに FC 教えるの？誰が教えるんですか？そういう問題じゃない。アスカはマサヤに教えてもらいたがってるんじゃないの？昔って、今だってアスカはマサヤに教えてもらいたがってるよ。納得ね。どうしてコーチを辞めたの？アスカがすごいからコーチを辞めたわけじゃないよね。もしかして私のせい？話とは？マスダヤの新作ポテトチップスで株価がどう変動するかとか？いやいや、そこがどう変動するかで新作路線が続くのかどうかの瀬戸際なわけだから、ファンの間では注目なのよ。そうかもね。別にそのくらいいいけどさ。話をするのは後からでいい？ガーガーなんて鳴らしてない。私のお腹の音は可愛いんだから。子猫の鳴き声みたいなんだから。そんなわけあるか！どなったらめまいがしてきた。お腹減ってきた。そうする。おやすみ。